中谷武志栄は、元柔道選手、柔道指導者、行動官9九1964年東京オリンピック柔道男子 68kg 級金メダリストで、オリンピック柔道競技、最初の金メダル獲得者である。身長 167cm、広島県広島市出身。兄弟4人がすべて、黒帯という柔道一家に生まれ、12歳から柔道を、 始める。広島市立袋町小学校、広島市立国大寺中学校、山陽高等学校、広陵高等学校、明治大学卒業。広陵高校時代には、広島の姿、三四郎の異名をとった。二段モーションからの素早い左小外刈りを中心に、背負い投げ、足技と特に寝技の巧みなオールラウンドで堅実な、柔道で知られた。しかし進んだ。 明治大学は当時、村井正義、鳥海又五郎、坂口誠二、関勝寺らを揃えた黄金時代だったため、団体戦ではレギュラーに入れなかった。柔道が初めて正式種目となった1964年の東京オリンピックの軽量級の選考過程においても、投資を内に秘めるタイプで責任重大な初戦、さらに外国人相手では不利と見られていたが、 オリンピック選手村に入る数日前、ギリギリでの発表で、オリンピック代表の座を射止めた。1964年10月21日、全勝の使命を背負って臨んだ、日本柔道の先陣を切り、オール一本勝ちの完全勝利。試合時間合計、わずか9分間で、柔道競技史上最初のオリンピック金メダルを獲得。 真相直後だった日本武道館のセンターポールに柔道最初の日の丸を挙げた。しかし代表になれれば金メダルは確実と言われた時代であり、当時の柔道界は無差別こそ柔道という雰囲気が強く、その無差別級で上長昭夫がアントンヘイシンクに敗れたため、あまり祝福されることはなかった。この悔しさをバネに、その後、柔道界の最高峰、 体重無差別の全日本柔道選手権に3度出場を果たし、柔道家としての意地を見せた。明大卒業後は三菱レイオンに5年間勤務。その後西ドイツ代表ナショナルコーチに就任し、地元開催のミュンヘンオリンピックまでの3年間を指導。計重量級のバルト、重量級のフランラのメダリストを育てた。1973年から広島に戻り、 家業の宝石店を経営。また全日本柔道連盟理事、広島県柔道連盟理事長などの要職に、月更新の指導にあたる。競技振興の功績により2003年、乱受報奨、2011年、極日総交渉受賞。2012年4月28日には、行動館、創立130周年記念式典にて球団に、商談し、赤帯を許された。 2021年に文化功労者、ありがとうございます。